どもどもかじまちです。今日はこちら三重県三丁目公園ってところにやってきてます。イエーイ。あ、スズメもおるな。どもどもスズメ。よし、今日はこの間さんできます。かじまちの動画。おお、すげえ。見てよ見てよ、めっちゃスズメおるいすぎじゃないこれ、スズメちゃん。びっくり。こんにゃおるんか。落ちちゃった。じゃあ、スズメ、おいでおいで。こじまちだぞ。誰も来てくれない。ち、しょうがねえね。なんかねえかや。あ、なんか遊ぶのがあるじゃん。これなんね、パンダ。いや、みんなこれなんて思うこれ。これ、これ、こにょこ。パンダか。尻尾たぬきっぽいんだよな。これ乗れるかな。ちょ、高いな、位置が。むむむむむ。高え。乗れるこれ。ほっ。いや、これじゃ、高くて乗れんわ。乗れまけん。いや、しかし、スズメ多いですね、この公園。どうやってんだ、このスズメの王者。うわー、スズメスズメスズメ。あ、ブランコあるよ、ブランコ。ほら、ブランコ。ブランコやったら乗れるでしょ、こちまち。ブランコ乗れません。動きません。やっぱこちまちの体じゃ、ハマって動けねえわ。あ、滑り台はできるじゃん、滑り台。これ。この滑り台ができそうじゃない？よし。なんかお尻はまっとっても大丈夫かこれ。よし。滑りたい今ちゃんと。怖かったんだけど、超怖いんだけど。行くぞ。みんな見とけ。この街はどんな目線なのか。こうやって登っていくじゃん。足元も見えねえもん、お腹の脂肪のせいで。よし。行きます。もう落ちてるもん。ん？なんかああいう。あ、これパンの耳じゃね？イエーイ、パンの耳ゲッチャーン。ほら、パンの耳結構でけえな。むむ。こんな方の食うんかな。はねー、スズメー、スズメー、食うやついるー。食べるーん。ぷい。こじまちが置いたパンに誰も来てくれないのだけど。あ、来た。あ、食べてる。え、一口。え、あ、誰も食わんじゃねえか。あ。公園からのお姉ちゃん、スズメに餌を与えないでください。やべ。誰も食べてないから行くか。なんかあそこにめっちゃでかいスズメがおる。親分かもしれん。遠くから見るとちっちゃいかな。あいつこにでけえ、あの、ボスがおる。みんな見て、スズメさんが来てくれた。あー、かわいかですね。結構でけえな。もちもちしてる、ほら。ほわー。プニプニ具合がたまやん。ん？なんかあそこにお店あるな。持ち込みのお客様限定300円引き。焼き鳥。ヒヒ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 ヒ。持ってきました。はい、お願いします。もらったー。イエーイ。あむ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 。というわけで今日の公園探索実験美味しかったです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ねえねえねえ。